で、やっぱりこの世界っていうか、なんだろう、どのメーカーもまあ分かってるとは思うんですけど、作られたばかりのギターって質が安定しないっていうか、音が全然安定しないんですよね。もうこう材質だったりとか、やっぱこの材の質なんですよね。明らかにこう作った当初からかなり鳴るなってやつもあったり、やっぱり新品のギターって基本的に鳴らないのが普通なんですよね。それがやっぱり1ヶ月とか2ヶ月弾いていくと、なんか全然違う楽器になってきたりとか、やっぱりよくなんか自分ブログとか、まあ、YouTube でもよく言うんですけど、新品の音ってよく表現するんですよ。新品の音ってなんだろう、この変なこのコンプ感っていうかリミッターかかってる感、まあ日本製もこのリミッターかかってる感が多いんですけど、なんかこの鳴り切らないっていうか、この弾いた音がアンプから、なんだろう、弾いた音がアンプから出てくるこの音になんかギャップを感じるっていうか、本当はこういう音が出てくるはずなんだけど、なんかあれおかしいなっていう違和感を覚える音がするんですよね。なんだろう、やっぱりこう日本製の楽器とか、あと鳴り切れてない楽器ってこの馴染みなんですかね。いわゆるエイジングと一緒なのかもしれないですけど、多分日本製の場合は単純に材による湿気が多いから、その鳴りを殺しちゃってなんかリミッターかかってるような音になるんだと思うんですけど、それはやっぱ新品の楽器ってアメリカ製も例外じゃなくて、その辺がやっぱ弾いてる口に取れてくるんですよね。で、やっぱりその辺知らない人は、なんか、まあ大体最近の人ネットで買う人が多いんですけど、で、あ、これ外れ個体だって言って、なんか別のギターまたこれ売って新しいの買うって人がいて、で、結局セカンドオーナーが安く買えて得するっていう構造がやっぱあるので、まあ、なんだろう、知らないと損するよねっていう話でした。How many turns of wire you put on the bar, the inexpensive components of the fifth. Inexpensive didn't know how to play a single chord on a guitar, winding the pickups.あ、これなんか前の動画で確か話したと思うんですけど、今ここで出てきたんで最初じゃなかったですね。で、このフェンダーのピックアップを巻いてた人が全くの素人で、ギターも全く弾けない人がこうワイヤーを巻いてたっていう話が出てくるんですよ。だからもうピックアップの巻き方なんで、一本一本がすごいなんかもう乱雑っていうか、安定してないんですよ。だから全てのクオリティが全部違ってるんですよね。でも結構音がいいってことなので、それが、だからもう結局この辺って技術じゃないのかなってすごい感じますよね。いくらなんだろう、このピックアップを何回も巻いて作って経験値がありますよって言っても、当時の素人に勝てない場合も全然ありますから、だからそういう意味ではなんだろう、この偶然の産物なのかなってやっぱピックアップって思いますよね。で、これ、それも前の動画とかでなんか言ってた気がするんですけど、映像越しだと、確かにこう、ヴィンテージのギターと、今のギターとのこの、弾き比べ動画みたいなのが出てくるんですけど、確かに、聞いてる分に音の違いはなんかわかんないんですけど、実際自分の耳で聞いたら結構わかると思うんですよね。なんか、この辺なんか伝わりづらいですよね。うん、ちょっとこれ映像っていうか、まあ、この今録音でこの撮ってる段階で音聞こえてないとは思うんですけど、なんだろう、映像でも多少わかるとは思うんですけど、音量がヴィンテージの方が音がちょっとでかいのと、あとこのチョーキングした時のなんかボンボンボンみたいな、もうなんかこの多分チョーキングした時の音がわかりやすいんじゃないかなって思うんですけど、なんだろう、この低音のふわっとした感じとか、やっぱ新しい2007年のモデルになかったりとか、その辺ちょっと細かいんですけど、それが映像でわかるってことは、実際自分の耳でその場にいた時に大きい変化でわかりやすいと思うんですけど、まあ映像だと伝わんないですよね。うん、この人がさっきのよだれですよね。よだれって言っちゃったわ。だからギターは何本買っても罪になんないよっていう、なんかちょっと、なんか弁護士がこういうなんか言葉を使って言っていいのかなって気がしますけど、まあ面白いですよね。
うん、このなんかギャスっていうなんかギター収集症候群っていう、まあ自分もそうだったんですよ。始めた頃18、19ぐらいの時ってもうとにかくギターを買っては売ってを繰り返す人間だったので、まあその経験もあって、あ、ギターって一本一本音は違うとか、あとまともな調整できてないとか、その当時からギターってまともな調整できても少ないんだなっていうのを気づいて、で自分で調整したりとか独学で細かいところ直すようにしてからこうやって今に至るんですけど、だからそういうなんだろう、具体的ななんか病名じゃないけどそういうのがなんかあるみたいな話をしてますね。この自粛してる方さ、今週は日本しか買ってないってまあ確かにわかりますよね、この感じ。もう本当そうなんですけど、おそらくなんだろう、ギター夫がギターやってたら奥さんはまた同じの買ってきてって言って文句言うと思うんですけど、で言い分としていやこれ違うんだよって言って、形は一緒でも音が違うんだよって言って揉めるのが大体のパターンですねうちにもまあ名前は出さないですけど、なんだろう、これで家族と揉めたりする話はよく聞きますねまあそういう宿命ですよね。わからない人にはもうわかんないし、まあ、その辺もいいんじゃないかな。まあ、家庭が崩壊しない程度にですけどね。だからまあその辺も理解される必要もないし、理解されるために努力する必要もないんじゃないかなって思いますけどね。うん。うん、これすごいいいこと言ってるなって思うのが、クソギターって本当一本もないんですよね。叩く人に、なんだろう、そんなこと言ったら自分が叩かれそうですけど、まあいいや。あのクソギターって本当にいいもん、あ、ないっていうか、あのクソギターは多分1万円ぐらいのギターなんですよね。なんだろう、また、なんだろうな、やっぱ1万円のギターって、もう最初からこの、まあまあ、値段だ、あの値段だから、まともに作られてることを、なんですかね、まともに使えるってことで思ってる人はちょっと違うかなって思うんですけど、やっぱりもう最低限この形にしましたよっていうレベルなんですよ、1万円とかのギターって。だからもう音がいろんなところに詰まったりとか、だからもうなんですかね、もうまともに使えない状態で売ってたりするけども、それ値段が値段だからもうしょうがないって思うんですよね。まあそれをクソというかどうかはもう度外視として、まあ度外視というかあれはもうなんかギターの形をしてるなんか最低限のおもちゃみたいなもんですから、で、それ以降の2、3万ぐらいからもう結構普通に弾けるような状態になってくるんですよね。で、やっぱりそういうギターってもう基本的にお金、値段が設定されてる以上細かいとこは詰めきれないんですよ。で、乗ってるパーツも安物ですし。でもそれらって結局ちゃんとした調整すればある程度は良くなるんですよね。実際自分もプロっていうか音楽活動でしてるバンドマンとかでも、なんかサブギターになんかスクワイアとかの安いギター使って、しかもレコーディングで使ってる人も知ってますから、本当にクソギターってないと思ってんすよね。結局弾く人の腕なんですよ。なんか前の動画でも言ったじゃないですか。この自分がこうギター調整して、この、まあ、スタジオミュージシャンとかの話で言ったと思うんですけど、自分が調整して、こういう、あ、こういう音なんだって思って渡したら、ものすごいいい音で鳴らす人っていうのがいるんですよね。だから、あ、この、なんだろう、ギターを弾く人がまだなんか動画で語ってたはずなんですけど、ギターがこの人を弾くんだってなんか話してたじゃないですか。本当だと思うんですよね。だから結局、上手い人が弾けば音がいいんですよ。まあ、それも結局なんか、自分がそのギター本体をちゃんと、なんだろう、いい音に鳴らすように弾けてないんだなって思うと、なんか残念だなって思うんですけど、そういう意味ではこの楽器、ダメな楽器ってないと思うんですよね。ダメって言うんだったら、それはその人の好みに合ってないってことなんですよね。だからなんだろう、ラーメンが嫌いだからラーメンってクソだって言ってる人と一緒じゃないかなって思うんですよね。いや、それって多分あなたが嫌いなだけだと思いますよっていう、それとほぼ同じ意味合いとして、例えとして合ってんじゃないかなって思いますよ。だからなんだろう、あ、このギターダメだって思うんだったら、そのギターは自分に合ってないから、それは買い替えていいと思うんですよね。でもそのギターが決して100人いたら、そのギター100人がこれダメだっていうギターなのかっていうのは、ちょっと疑問に思った方がいいですよね。